南新州新聞は長野県飯田市に本社を置く南新州新聞社が発行しているローカル新聞。エリアは飯田市、下稲郡と上稲地域の一部。発行部数は約2万4000部。媒体名は南新州新聞だが大事は新聞を用いず伝統的に南新州の3文字を使っている。サイズはブランケット版。年に 創刊60周年。日本新聞協会及び日本地域史協議会に加盟している。廃線から3ヶ月後の1945年11月に創刊された新新州日報が現在の南新州新聞のルーツである。2年後の1947年9月に新新州日報は廃刊となり、旧、飯田の新聞と合併して旧、 南新州新聞が創刊される。翌年1948年6月には、旧新州日報に名前を変えた。1954年10月には、飯田の新聞、南新寺寺新聞の2詞を統合して、現在の南新州新聞が創刊された。現在の南新州新聞は、統合時の1954年10月1日を創刊日としているが、 号数は新新州日報総幹時からのものを引き継いでいる。その後1956年4月には旧新州日報の社員が南新州新聞から分離独立し改めて新州日報を総刊している。その後57年に渡り飯田下稲地域のローカル市として南新州新聞と新州日報が共存してきたが2013年に新州日報が 経営難で同年11月30日をもって休館し、同地域のローカル市は南新州新聞のみとなった。南新州新聞は飯田市通り町、今宮町を経て、1993年から飯田市いくら町に本社を置いている。1998年、日本新聞協会に加盟。2004年に日本地域市協議会を設立し、 代表取締役の関谷邦彦が初代理事長を務めている。基本的には長官だが、かつて本社が言い出しの中心市街地にあったことから、市街地の一部エリアに限り発刊日の前日夕方に夕刊として発刊される。毎週日曜日は休業日であり、月曜日付が休刊となる。印刷出版部門があり、郷土作からの書籍などを発刊している。 紙面は、おおむね8から12ページで、10ページの場合は1 3 8 1例面がカラーとなる。一面のコラムのタイトルはひこと。記事のコーナーとしては、各駅停車、木曜、トピックス、我ら同級生、いい出しもいな、地げ満色私の一枚、どんなもの変なもの月刊ニュースダイジェスト、いいだウォッチャーなどがある。長野県の南部にある、 飯田市と下稲郡の松川町、高森町、阿南町、阿智村、平屋村、根場村、下城村、潤木村、天竜村、安岡村、高木村、豊岡村、大鹿村の14市町村で構成する南新州広域連合の範囲を発行エリアとしているが、配送ルートの都合上上上稲郡の飯島町の一部と中川村の一部も発行エリアに含まれる。 ありがとうございます。